で皆さんお疲れ様でした。もう終わり最高です。本当おめでとうございます。まあ、フリースタイルバトルなんでちょっと、ね、あの専門的な、ね、ダンスの知識それぞれのジャンルいろいろあって見方いろいろあると思うんですけど、まあ僕の観点はそう相手より自分が何が長けてるかっていうのを理解してる人がやっぱ上に上がっていったのかなという感じでございます。はい、でも皆さん本当に素晴らしかったです。もう一種格闘技戦もうマジ最高でした。お疲れ様でした。個人賞は B-boy の彼。まあなんかこんな年なのにめっちゃ色気を感じて、皆さんお疲れ様でした。アダンス6周年おめでとうございます。多分知らないかもしれないですけど、今僕28で、10年ぐらい前に初めてダンスバトル出た時に松林さんが 3on3 のバトルがあって、それで一人で立ち上がっていってちょうど海外から帰ってきた時ぐらいもぶちかましまくってて、ほんとすげえ人なんですよ。で多分こんだけこう今日も多分腐るほどイベントある中で多分こんだけ人来てるのは多分松林さんの人柄とかそういうやり方があるんじゃないかなと思います。でもう今日2人横浜出身で、レプゼンこうやってやってって、で多分松林さんも鶴見横浜でこうレプゼンしてって、なんかもっとこう僕ももっとレプゼンしなきゃいけないなと思ったし、なんか横浜の住みの人がもっとこう盛り上げてどんどん行ってくれたらすげえいい街になるんじゃないかなって思うんで、皆さんで盛り上げていきましょう。おめでとう。で、どうしようかな、個人賞決めてないんだけど、うわーどうしよう、ごめん、ラナちゃんかっこよかった、やっぱ一番踊りかっこよかったんでラナちゃんいるかな。ラナちゃんそう、ぶち切りでかっこよかったです、僕、踊りが。はい。あよ。おめでとうございました。はい、ということで、純喜、そして、八千美さん、本当に横浜レプゼンでこうやって来てくれてありがとうございました。もう一回拍手。はい、そしてクリキンさんには、こちらの王冠とともに、優勝コールを。本日6周年チャンピオンはクリキンです、拍手。終わったんですけど、DJ バトルとグラフィティバトルやってるんで、ぜひ投票して帰ってください。今日、